はい、ピスケです。パプラプリやっていきたいと思います。はい、サクスペ関連です。はい、まあ2人ですね。まあ以前も紹介したと思うんで、まあ見てる人は知ってると思うんですけど、まあ覚醒内容をちょっと紹介していきたいと思います。はい、で結構ねタイミング早いんだよね。うん、早めの覚醒ということで、はい、まあ主に使うのはもう今ピッチャーやれるとこないので、ヒデちゃんになると思います。まあ、スケートなので、結構、それがね、強いのと、まあ、でも、そんなにでもなくて、初期評価と補給が2から4になるっていうだけかな。うん。なので、まあ、そんな中、ものすごく変わるってことはないんですけど、うん。って感じですね。なので、これは、どっちがどっち？補給が SR か？うん。まあ、もともとが2ついてるのが、まあ、2、4になるっていう感じなので、うん。まあ、言うてそんな恩恵ないかもしれないですけど、うん。まあ、最初の方がだいぶ楽になるなっていう、はい、感じになってます。はい。で、お前ブレイン時に来いよっていう感じなんですけど、ヒロちゃんですね。まあ、こっちの方が結構覚醒、大事だったかなっていう、まあ得意練習もつくし、スタミナ上限4つくんで、脳筋やってた時に切ってたらだいぶ強かったかなっていうの、前から思ってたんですけど、うん、まあ、ちょっと動画でも喋ったかもしれないですけど、うん、だよね。しかも俺結構強心臓枠ヒロ使っ、まあ、あんまヒロ使ってない人も多かったかもしれないですけど、うん、結構使ってたのでっていう感じよね。はい、もったいないなっていう感じです。はい、まあ復活すんのかもしれないですけど、うん、納金の時にだから順番が結構バラバラなんだよね。アーサーとかまだ出さなくてよかったから、先この辺の覚醒とかして、ブレイン強化をね遊びやすくしてくれた方がよかったんじゃないかなっていうところはあると思います。はい、でまあガチャもこいつら2人になんのかな、きらめきもらえるバージョンなのかちょっとその辺わかんないんですけど、なんかまあそういう感じになるんじゃないかなと思います。はい、でさ、きらめきの量が全然違うんですよ、アプリとサクスペ。なんで？なんで？いやもうカスカスで本当ないんですよね。なんか最近アプリの方はまあそんなに覚醒辛くなくなってきてるんですけど、なんか確率もいいのでこっちの方がなんか知んないですけど、気のせいかもしれないですけど、確率の体感こっちの方がいいのと、毎月こういう覚醒応援チャレンジみたいなのもあるし、素材がね、きらめきが ある程度もらえるやつなんですけど、うん、こういうのがあったりとか、きらめきがね、なんか以前、まあ、覚醒多すぎるみたいな時があって、アプリの方も。で、なんかそれで徐々に、こういう配布とかでね、まあでも言うて結構そんなに、まあ、最近覚醒減ったかな、うん、覚醒キャラがそんなにアプリの方を出してないような気もするので、まあ、ちょっと落ち着いてるっていうのもあるのかなっていう感じではあるんですけど、うん、最近アプリの覚醒って誰だろう、まあ野球マスクでもだいぶ前だもんね、何ヶ月か前だし、野球マスクとか、まああといなくないか、全然いないような気がするんだよね、覚醒したキャラって。ぜんざいとかか、ぜんざいとか最近覚醒したキャラって、まあ、結構そんぐらいなんですよね。そんぐらいで、まあ、だいぶ落ち着いた感じになってて、まああとだからなんかその野球マスクみたいな、なんかまあ守るみたいなキャラ、公的種守るみたいな、キングアーサーとかなんかそういう感じのキャラもそんなに、あ、友沢ぐらいかと、うん、ワールド友沢、まあ、ワールド友沢も言うても結構前だし、うん、って感じなのであんまいないんですよね、覚醒してるキャラが、うん、っていうのもあって落ち着いてるのかもしれないですけど、うん、まあ、ちょっとだからあれかな、アプリが覚醒ボシボシ出してた時期に今サクスペが
入ってきてるっていうことなのかもしれないんですけど、うん、まあ、それならそれでちょっと配布量を増やしてくれるとかのやっぱ改善はちょっとしてほしいかなっていうところです。まあ、2人覚醒するならね、うん、まあ、あとやっぱタイミングがね、やっぱ使うタイミングでやってほしいっていうのが、まあ、小悪魔とかも1週間しか結局使えなかったし、うん、やっぱり多いんだよね覚醒キャラが。サクスペはなんだ、もう小悪魔もそうだし、まあ、サナちゃんはまあ俺がやってなかっただけなんですけど、サナちゃんちょっと追加で覚醒させたりとか、キングアーサーもそうでしょ、レンちゃんもそうでしょ、あと誰だとかいっぱいいるんですよあと2体ぐらいやったかな、うん、っていうので、もうきらめきとかがすげえもうカスカスで、チャリンはなんとかなってるんですけど、うん、もうだからゲドウとかがもう全然食われちゃって、 PSR とかはね40にした方がキンキラ 90% とかになるんで、ちょっとねレベル1でやるのもったいないんで、 PSR 貴重なんでね、うん、っていうのがあって、きらめきがね本当にきついんで、ちょっとなんとかしてくださいっていう、はい、ちょっと覚醒バンバン出しすぎよっていう、うん、気がします。俺だけ俺だけだったらちょっとあれなんですけど、ね、まあ、マジでめちゃくちゃ多いんだよね個人的に、うん、なのでちょっとその辺なんとかしてほしいなっていう感じです。まあ、ヒデは結構使えるので、うん、切り替えた方がいいのかな。まあ、ちょっと 俺46以上しないと試合経験点減っちゃうのあるんで、ちょっとどうしようかなっていうのあるんですけど、はい、まあとりあえず来週来るってことで、はい、まあ、やっていきたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。はい、では皆さんピースの日常をお過ごしください。バイバイ。